こんばんは。今日はですね、11月29日の21時38分に収録しています。今日のテーマはですね、レンジブレイクはいつか。ここ最近ね、もう絶対に調整しませんよ、絶対下げさせませんよっていうね、強い意志を感じるわけですが、まあそのね、絶対下落しない相場の行方について、まあ個人の見解を述べさせていただきたいと思います。はい。よろしければ、チャンネル登録と高評価ボタンお願いいたします。はい。 で、現在ですね、ナスダックは、えー、夕方ぐらいから上昇していて、まあ、ここ最近にしてはね、まあ、一辺倒でね、えー、地を上げしてるかなって、爆上げはしていません。70ポイントぐらい上がってるような感じですね。で、えー、今ですね、時刻は21時38分なんで、まあ、あと1時間弱で GDP の発表がありますね。まあ、今日の相場、ね、えー、どうなっていくんでしょうか。見ていきましょう。で、えー、この形をね、今見ていて、 で、ここ最近の横横、一体何なんだろうなって、何を待ってんのかなって、レンジブレイクのタイミング、どんな形になったらレンジブレイクするのかなということをいろいろ考えたわけですが、まあ、ざっくりですね、この2年間ぐらいのチャートを俯瞰したときに、ね、線で引いたときにですね、2本、2本の線で説明することができます。はい。それをね、ちょっとご紹介させていただきたいと思います。その2本の線とはこちらです。はい。 ちょっとね、申し上げていくとですね、これ今、冷やしなんですが、2021年の11月22日の高値ひげ先。で、今年の7月の、これいつだ ?19 日かなまあ、高値のひげ先。はい、これがまず一本です。右肩下がりの黄色い線ですね。で、今度、白い右肩上がりのラインです。え、これは、 昨年の3月29、30あたりの高値の髭先。で、今年の7月19日の高根髭先。え、これ2本で結ぶとですね、え、現在まさにね、その白ラインに到達すべく、まあ、何が何でも下げさせず上げていくと。そんな意思を感じます。はい。え、ここに向かっていくんじゃないかなっていうふうに思っていまして。はい。で、え、この黄色いラインについては、 ね、右肩下がりの黄色いラインについては、もう先週ですね、はい、もう明確に上抜けて、その後、レジサポ転換も終えています。で、そのまま上昇するかなと思いきや、ね、その上に立ちはだかっていたのが、この先ほど言った、えー、週足レベルでも確認できるような、巨大な、こういうチャートパターンね。はい。まあ、逆三存のような形ですね。はい、ちょっとね、 これ形あのかなり複雑なんでシンプルに書かさせていただきますシンプルに書かせていただくと今年の夏の相場だけはちょっとリアルに書きましょうかこんな感じで今ここ、はい、ちょっと濃くしましょうかこんな感じですこのざっくりここですね この部分の形を、はい、ちっちゃくしたものがこんな感じです。まあ、右肩上がりの、ね、逆三尊なんですよね。ですので、このトレンドラインというかネックラインをですね、はい、今まだね、上抜いてないです。ここを上抜けて、レジサポ転換して上昇なんかすると、いよいよ、まあ、年末ラリーなのかなんかわかりませんけど、レンジブレイクして、上げがね、 はい。ようやく加速していくんじゃないかなっていうふうに思っています。で、現在のね、え、環境としては、この白ラインと、え、右肩下がりの黄色、ね、白と黄色に挟まれて、ね、挟まれて、まあ持ち合いじゃないけど、まあでも持ち合いですね。はい。この一週間ずっと横横でした。それはなぜかというと、この白と黄色の、はい、狭間で、ずっとね、上か下かって迷っていたから。 はい。ですが、まあ、方向を決めてですね、いよいよ、まあ、ここにリーチしようとしている。でそして、先週の高値、トライしようとしている。ね。はい、いうことです。これが、まあ、冷やしで見た時の、まあ、今、目指しているのは、この白いライン。でそして、先週の高値なんだよ、と。はい、いうことがわかります。で、今度ね、4時間足で見てみましょう。4時間足で細かく見るとですね、 ま、ここ1日2日で形成したダブルボトムがあります。これわかりますかねダブルボトム。W の形してますよね。で、これのネックラインっていうのが、ここです。はい、これは、火曜日の0時につけた、はい、高値ですね。で、これをですね、まあ、今日の1時間してみると、いつだここ、十、え、八、ー、18時、6時にですね、はい、上抜いたんですよ。で、上抜いてからは、まあ、 数十ポイント上がっています。だからまあ一応ね、ダブルボトム完成した形になります。ですので、ここがね、ある意味エントリーポイントでもあるんですけど、ね、4時間足レベルのダブルボトムを見てエントリーするんだっていうね、はい、えー、そういうものでもあるんですけど、ただ私はね、エントリーしてません。はい。で、まあ、こっからよくあるね、動きとして、まあ、まずはですね、 先週の高値もしくはこの白いライン、ここ意識されるんで、一旦ずっとね、時間外で一辺倒に上げてきましたんで、まあこの辺試してから、そうですね、このダブルボトムを見てエントリーした人たちをちょっと怖がらせるような下げ、ね、含み損にするような下げが来て、で、その後上昇していくと。はい、こんな感じ。こんな感じでイメージしています。はい。 まあ、ダブルボトム。はい。見て、尺子定規にエントリーすると、まあ、必ず100%と言っていいほどこういう下げが来て、で、上がっていくと。まあ、もちろん例外もありますけどね。はい。で、その後結局行きたい方向に行って、で、まあ、冒頭で申し上げたこの白い、右肩上がりの逆三尊完成するネックラインを初めてね、実体で上抜けるといった形になります。で、その後どうなるかって言ったら、その後ですね、今度はこうなります。 はい。この意識される抜けた白いネックライン。ここに今度はサポートテストをしに行きます。デジサポ転換ですね。はい。であったりとか、あと、先週の高値上抜けたらロング入るんだと言って、ロング入れた人たち。ここ、上抜けた瞬間、ロングエントリーした人たちを今度含み損食らわせるような下げが来て、で、結局行きたい方向に向かっていくと。はい。よくあるあるの値動きですね、これね。 はい。だからまあ、こんな感じで結局ジグザグと上昇していくんじゃないかなっていうふうに思っています。特にですね、まあ、この現在価格というのは、ね、現在価格というのは、時間外でまあ、70ポイント以上上がっていますんで、何ポイント上がったんだ ?85 ポイントぐらい上がっています。はい。ですので、チェックすべきはですね、今日の朝につけた6時、ここか。はい。この終わり値ですね。 前日の終わりで、ね、16,011ポイントとか。はい。このあたりひょっとしたら見に行くかもしれない。こんな感じで。それはわからないですね。ダブルボトムのネックラインちょ、ちょい押しみたいな感じで。はい。そういうのが、ね、ちょっと時間のスケールわかんないですよ。この後すぐさっさっと動くのか、ある程度時間軸を持って動くのかわかりませんけど、まあでも形的にはこんな感じで、はい。動いていく。で、この重要な白いライン、で、先週の高値を上抜いて、 で、どこまで上がるか、どこまでこれね、走るかがわからないんですよ。ただ、サンプルをお見せしますと、まあ、ここ最近で似たような値、ね、動きがありました。でそれ何かというとえ、冒頭申し上げた、今度はね、黄色いラインですね。これも上抜けた時にですね、ある程度走ったんですね。何ポイント走ったか。764から976。764だから。あ、結構走ったね。 はい。200ポイントぐらい上昇して、で、そこで上髭となり、結局サポートテスト。はい。何度かサポート試して、で、まあ、ジグザグ上がってきたと。はい。いう感じですね。ですので、こういうサンプルを見て、ああ、こういう値動きになりうるかなって。うん、こんな感じで。はい。200オーバーぐらいまで走ってから、ね、この辺ロング入れさせて、で、結局、ま、レジサポ転換の下げがあって、で、まあ、私的にはですね、さすがにこの白いライン、 うん、結構、まあ、長期間での逆三尊ネックライン、上抜けってことになるんで、さすがにね、ここを上抜いたらですね、レジサポ転換後、私は、この辺りでポジション取りたいなって思っています。うん。まあ、ちょっとね、全、まあ、突破じゃなくてね、はい。一部。で、そして、えー、まあ、ここでね、目指すであろう高値っていうのは、これ今、未知数なんですけど、こういう n 字を描いて、ここをね、えー、さらに、ね、上抜くと。 デジスタポ転換後の直近高値上抜け。これ一番走りますよね。はい。ですので、ここでもやっぱり、まあ、部分エントリーみたいな感じで分割でね、分けて、まあ、なるべく安全を見てエントリーしていきたいなと思っています。なぜならですね、なぜなら、なぜ今ね、そんな慎重になってるかっていうと、ここで結局、まあ、いわゆる逆三存否定という形もありますからね。はい。下にね、逃げていく。ね、結局下に、 うん、こういったところを割っていく。もしくはこの辺りでサポートされて上昇する。いろんなパターンが考えられるんで。ですので、まあやはり上抜けて、で NG で、はい、V 字回復っていうところで見て入っていくのが、まあ、妥当かなって思っています。ですので、まあ今夜は少なくともそういうエントリーチャンスはないことはないです。はい、ないことはないけど、そうですね。まあ例えば、 いや、僕はやりたくないけどね、ここ上抜いてないから、こういったところでエントリーするとかね、まあいろいろ考えられるんですけど、うん、まあそれはね、皆さん各々、はい、リスクの取り方、えー、ロットの貼り方、まあ様々だと思いますんで、はい。まあ、ただ、えー、上に行く形を今、えー、着々と形成しつつ、レンジブレイク後のね、えー、ある程度のボラ、はい、みたいなものが、うん、まあ期待できるんじゃないかなっていうふうに思っています。 はい。ですので、ちょっとパスで示すとですね、こんな感じですね。はい、ざっくりと。見えますかね。下目線もね、やっぱ考えておかなくちゃいけない。もう上しかないってこと、そんなことはないからね。はい。えー、ですので、ま、このあたりで頭打ちになって、こういう風に落ちていくなら、その後またサポートで上なのか、え、ここ割ってくるのか、はい。で、分かれてくると。 はい。ということで、まあ。とにかくですね。まあ、ここ10日間ぐらいの環境認識としては、えー、私かば冒頭で申し上げた、長期間での、えー、チャートパターンの2種類。右肩下がりと右肩上がり。で右肩下がりの黄色いラインは抜けて、レジサポ転換して、ね、上抜けました。はい。ですが、えー、この右肩上がりのね、はい、より、まあ、上に行きやすいチャートパターンのネックライン、今から、はい、上抜けいきますと。 はい。言った感じなんですよね。で、一気にドンって行くんじゃなくて、こんな感じでやっぱり意識されて売られたりとか買われたり、で、売られて買われて。みたいな感じで値動きすることが、まあ、ここ見ててもそうですよね。上行って下行って。何度か下行って結局上行ってみたいな。はい。まあ、こういうのがね、やっぱあると思います。ですので、こういったところで、あ,あ、上抜けたねって。冷やしレベルでも上抜けたから、もうこれもう間違いないねって。あとは、ここサポートね。 え、必ず戻ってくるだろうから、ここで待ち構えよう、みたいな。はい。感じで考えてると、まあ、少なくとも今夜どうこうするっていう感じじゃないのかなっていうふうに思っています。はい。まあ、あくまで、先日申し上げたように、レンジ相場でね、中ブラリンなところで、下手に手出しはできないと。で、結果的に今上げていますけど、昨日とかおとといっていうのは、上行くか下行くかなんて分かんなかったわけでしょあと、後になってね、後付けで、いや、ほんなん上に決まってるっていうのは、後になったらいくらでも言えるんですよ。 でいっぱいね、言う人はいるんですけど、だけど、昨日とかおとといにね、これはやっぱなかなか断言できないわけですよね。ですので、やっぱチャートの右側はわかんないっていことで、しっかり右側のチャートを見て、あ、抜けたなっていうのを確認してから、まあ、えー、検討するというのが、まあ、やっぱりですね、ギャンブルトレードじゃなくて、しっかり、まあ、あのー、 寝動きを見た上で後出しじゃんけんじゃないけど、はい。えー、そういった形で、えー、まあ、あのー、エントリーもね、しやすいんじゃないかなと思います。だってね、まあ何度も言うけど、こういう風うに落ちる可能性もあるわけだから。まあ、今のところね、僕はちょっと可能性低いかなって思ってるんですけど。うん。まあなんかね、見てると、何がなんでも絶対に、はい、下げさせないって。いや、ちょっとぐらい調整してもいいじゃんって。ね。多少は目線をこうやって下に振った方がいいんじゃないって。 こんな感じでね。いやいや、ダメ。絶対に下げさせないっていう。なんか強い意志を感じるんで。まあまあ、それはそれで、そういう時もありますよ。はい。ですので、まあ、今夜明日で想定されるのは、月末にかけて、まあ、こんな感じのイメージかなっていうふうに思っています。ですので、結論。ままず抜けたことを確認して、ああ、白ライン抜けた。先週の高値抜けた。はい。で、こういったところであったりとか、あと、こういったところですね。はい。 これ、この価格分かんないですよ。これがこういくか、こう、こうか分かんないからね。はい。ですので、まあ、イメージ的にはこんなところで、ちょっとずつ、はい、入れていくのが、まあ、いいのかなって思います。だったらね、もっと早くロングポジっときゃよかったじゃんって話になるけど、いやいや、それは、やっぱりね、こういうシナリオがあるわけで。うん。後になったら、いや、こんなの上に決まってるじゃんっていうのは、誰でも言えるんだけど。んだけど、やっぱり、不透明、ね。 不透明なわけじゃないですか。ですので、まあ、ある程度レンジ相場っていうのは、結論ね。こういう横横のレンジ相場っていうのは、手出ししない方がいいよって。うん。上なり下なりでね、ついていこうとすると、その、結局逆行して、行ききれずに、上げきれずに下げていく、下げきれずに上げていくっていうね。はい。結局ね、資金がね、どんどん目減りしていくんで、だから私は手出さないようにしています。 はい、ですので、まあ、しっかり方向を決め、で、一番レンジブレイクして、えー、加速するのは、私的には、チャート的にはですね、ここ抜けた時だと思います。はい。ここ抜けた時に、まあ、ここ最近ちょっとご無沙汰感のある、まあ、一晩で何百ポイントみたいなね、そういう上昇。まあ、今夜もひょっとしたらあるかもしれないですね。一旦ガッと上げて、ね。で、明日以降こうやって調整作ってみたいなね。はい。つまり、まあ、こんな感じ。 こんな感じうん、まああくまでサンプルです。はい、こういう値、ね、動きすごく多いです、はい。ここもそんな感じですもん。ね、ですのでまあそんなイメージで見ています。ですのでまあ,あの注目すべきはですねどこかっていうとやはり、えー、冒頭で申し上げた皆さんもね線結んでみてください。はい、よいしょ。かなりねあの長期のスケール。はい 時間軸がねかななりり長期になりますはいこういう形、ね。この斜め線が結構意識されてる。ここでぴったり、ね、上値をあの抑制されてます。SP500 は、ね、右肩下がりの、ね、また別のラインがね意識されています。そこを、ね、今ちょっと上抜いた形になってるのかな、SP500 は。はいですので、ナスダックもそこに続いてですね、上抜け、でその後、はいまあ、年末にかけて上がっていくんですかね。まあ、ちょっと分からんけどね、それは。はい、まあ、今のところ ま、いが優勢なんで、よっぽどひっくり返ることがなければ、ね、そういう指標とか、なんかちょっとわかんないですよ。あの、何ですか何だったっけあの、米国債のね、格下げがうんぬんとかね。まあ、そういうなんか変なことが出てこなければ、まあ、よっぽど、はい、上がっていきたいようなチャートじゃないかなっていうふうに。まあ、普通に見てて思いますよね。はい。ですので、まあ、変な見切り発射は、まあ、僕的にはしない。 しっかり、まあ、事実を見て、冷やしなんかを見て、翌朝ね、夜はしっかり寝て、朝起きて、ああ、実体で抜けたんだねって。はい、よしよし。 で、こういった推しを見て入っていくと。はい。そんな感じで、えー、イメージしていますんで。まあ、引き続きね、チャート見ていきましょう。ライブはね、ちょっとね、最近眠くて夜ね。はい。またね、ポジション取って、まあ、チャートの寝、ね、動きに興味。はい。私のテンションも上がってきたら、またね、皆さんと一緒に楽しく、えー、チャート観察ライブやっていきましょう。ちょっとなんかね、風邪気味なんかな、鼻声っていうかさ。 もともと鼻声なんだけど、鼻をね、結構すする。で、今日もね、ちょっと外で撮影とかしてたんで、寒い。外すっごい寒いから、うん。皆さんもね、風に気をつけてくださいね。はい。えー、そんなわけで、本日は以上になります。よろしければチャンネル登録と高評価ボタン、ぜひよろしくお願いいたします。本日は以上です。ありがとうございました。